アキナのアキナイチャンネル。たどり着いたこの街に僕は何も知らなかった。側転バク転ところ転名物みたい、焼きそばの木を抜いて、やそば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 。優しいねおっちゃん、親切だねおっちゃん、ここに流れてきたこの水もう、いっぱい情報くれたねおっちゃん、ちょっとここは有名な歯が白いねおっちゃん、キャップが似合うねおっちゃん、これもうねチェックのシャツもインインでしゃべる、ランボメロチェックのシャツがインイン、おっちゃん60歳、もうこらえて私93です。 93? お店やめてかれこれ15、6年経ちましためっちゃ経ってる。でも店内はまだあの頃だ。うどんの町や思たら桃太郎の町にやってきた。犬猿キジ今日はお休みや思ってたのに、とんだ桃太郎のお出ましや。桃太郎五人組がジーパン買いに行く。最初はグー、ジャンケン、はい、やあ秋山が負けた。アキナの YouTube や言うてんのに秋山が負けた。先生、その歌やめてください。自力でなんとか秩父ヶ浜に来てください。めっちゃ遠いんじゃん。秩父ヶ浜まで一時のバイバイバイ一時だけの45分だけ限定のバイバイバイ、後で合流するから運転気をつけてね。秩父ヶ浜まで一瞬のバイバイバイ、柳屋みんなで食べれて嬉しかったね。これ左45分限定のバイバイバイ。これ左ですか。体には気をつけて向かってね。これ右ですか。トホホの旅が終わっちゃう。あっかん、なんか言葉も出てけんくなった。いやいや言いながらも旅楽しむ秋なよ。俺たちが日本世界を駆け回る。たどり着いたこの街にでっかいでっかい門がある。なんだこの門、初めて見たよ。僕は知らないこのでっかい門。みんなに聞いても結構行きます、ね、誰も知らない。自分なりに解釈してみた。でっかいでっかい結構長いですね。でっかいもんそれだけ。観音恩返りすぐそこで食べるの観音言えよ。
あ、出てる出てる。ボールペン欲しいなら言えよ。お金足りずで泣いてた。そこは先生に頼れよ。涙でにじんだボールペン、あなたはどんな字書くのでしょう。どうかさよならと書かないで、私はまたねと書くでしょう。のどぐろ、あれあれ、急に降りてきた。お前はどうして今まで私は陸で溺れる男。ハイボール飲んで喉がシュワシュワ。ひつまぶし食べて胃袋にんにんにん。みんなで集まってひつまぶし。喉黒、腹黒、俺の胃袋。ああ。はい、ボールでシューワン。一緒に一度の焚き火、一緒に二度目の焚き火、次は誰と焚き火。みんなと食べたマシューマロ。アキラの飽きないチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。先生は普段旅とか、まあ、旅行とか行かないからすごく楽しみだよ。